ははいこんにちは東大合格です今回は2021年度慶応大学薬学部数学大問1の括弧1から括弧4解説していきたいと思います。さあいきましょう、えー。薬学部は他の学部に比べて、えー、数学の難易度そこまで高くないんですが素早さ、ね、正確性そこら辺がかなり求められてきますので、えー、この証文集合を通してですね皆さん正確性そして素早さ、ね、どういうふうに早く解くのかっていう練習、えー、をすればいいのか。 この問題を通して、この動画を通して、実力アップしてほしいなというふうに思います。では行きましょう。えっと、で、薬学部っていうと、数学2までしかいりませんよみたいに言われていますが、数学3の知識もあった方が、結構解きやすくなってきますねそのあたりもね、押さえてもらえればと思います。 一番最初見てみると1、1たす i のね、これを10乗しましょうってよし、やるぞーって。気合入れて10回かけるぞーみたいにやってると、やっぱり遅いわけです。はい。そこで登場するのが、ド・モアブルの定理。これ、数算の複素平面、複素数平面っていうね、分野の知識なんですが、これを押さえてないと、やっぱりね、早くは解けません。これ、どういうものかって言ったらコサインシータ、cosθ たす i sinθ、角度が等しい。そして、cos と sin の係数が1対1になっている。こういう形のものを、 n 乗したらどうなるかっていうとこれなんと、えー、角度を n 倍したものと等しい。nθ cosnθ 足す i sinnθ こういう形になるんですね、えー。n 乗っていう結構計算めんどくさいやつがただ角度を n 倍するだけつまり2乗だったら 2θ3 乗だったら 3θ っていうふうになるよとそういうことなんですね。じゃあこういうものが出てきたらこの形に、えー、直しておくつまり コサインとサイインンとの式に、ねえー、変形しますつまり1たす i っていうものはこれ1対1ですのでこれルート2を前に出すとですねルート2分の1たすルート2分の 1i という形のこれを全体が10乗になりますかなでこのルート2ってしたのは何かって言ったらこれコサインの45度 足すつまり4分の π ですね。4分の π。足す i サイン e 4分の π。こういう形に従ったんです。はい、これ1対1なんでっていうと、タンジェントで、えー、両方ともプラスで値が等しいって言ったら、ここの4分の π のところですよね。1対1なので、あ四4分の π だな。つまりルート2分の1だなって当たりをつけて計算すると。こういう当たりをつけるっていうのも大事になってきます。まあ いわゆるあのー、えっとこういう三角比とかね三角関数の知識も合わせて復習しておいてねほしいなと思いますここら辺怪しい人はぜひやってくださいえそうするとえっとルート2をまず10乗するとこれ2の5乗になりますから32です32で、えー、このコサインの4分の π 足す i34 分の π を10乗しますから、えー、コサイン2分の え足す isin2 分のになるわけですで2分の 5π っていうのは1周、えー、つまり 2π 足す2分の π いうことは1周回って2分の π っていうところですからこれえっ、ー、とコサインは0になってサインが1になるので、えー、i だけ残って 32i というふうにしておしまいということになります。いいかなはい。 続いて2番いくと fx イコール x 二乗す ax す b っていう二次関数ねがありますとでこの x 二乗達 ax す b っていうものが0となる2つの実数の差が1で x の値が2から5まで変わる時の fx の平均変化率が2分の13の時 ab の値を求めなさいまあ条件としてはえと実数解がね2つあってで差が1ですよっていうふうに言ってたり え平均変化率まあこれはねパッて言われた時にえなんだっけってなる人はねあの要はこれ傾きのことです2から5っていうところまで例えば2から5までのこの点を取ってこの傾きがえ2分の13だよというふうに言ってるだけですでえこれ解について言ってますからこの2つのね解の差が1だよみたいに言ってるので解について言ってたら解と係数の関係を考えたい,はいつまり x2 乗を足す ax 足す b イコール0の2回を例えば pq とか置きましょうか pq と置くと解と係数の関係を使ってまず条件を整理するする,するとこの p と q っていうものを足したものが 何かっていうと p Q っていうのがマイナス A になって PQ っていう掛け算があ B になるよとこういうことが分かります。はい、で今分かってるのは差が1だよってことなので、まあ、PQ が Q、えー、の方が大きいよっていうふうに考えてみると 9-P っていうのが今1なわけですよねこの差が1ってことは。はい、で、えー、この 条件とこの条件によって A と B の式を作れる、えー、作ることができます。引き算とか、まあ、足し算って関係っていうのは、これ、えっ、ー、と、9-P の2乗ね、2乗したくなるっていうふうにまず思ってください。えー、なぜかというと、この引き算の2乗すると、足し算の2乗からマイナス 4P9 っていうものを引き算するだけで、 えー、式が、ね、成り立ちますこれは素早くできるようにしてほしい。でこっちが1、えー、なので1イコール p Q がマイナス A つまり A の2乗で、えー、PQ が B なのでマイナス 4B というのでこれ一つ式が立ちました。それからえっ、ー、とちょっと線引いとこえっ、ー、と平均変化率っていうのがね、えー、あります。これは先ほど言いました傾きなので えっと、2から5まで変わるということは5く2っていうのがこの x の増加量そして y の増加量っていうのが f 5く f 2っていう形ですなのでここにね5を入れた式と2を入れた式を書けばいいっていうことですね f 5く f 2でこれが2分の13だよって言ってますいいかなでえっとこの5を入れたらまあ 25たす 5a たす b になって2を入れたら4たす 2a たす b になりますつまりこれ b のところがねえと5を入れようが2を入れようが消えてしまうので残ったのは 5a 引く 2a なので 3a 分母は3で 3a で25引く4なので21これが2分の13これえと3で割ると ちょっと狭いですね失礼しました、えー。2分の13って形なので a イコールマイナス2分の1かなマイナス2分の 1+7 が2分の13ね。で計算したら a がマイナス2分の1です。であとはこの2に代入してみるとこれを2に代入すると1イコール4分の1、えー、引く 4b。 って形なので、えー、と B イコールマイナス1 6分の3になりますね。ってことはまあ AB の値はマイナス2分の1とマイナス1 6分の3っていう答えになります。いいでしょうか、はい。では続いて3番いきましょう。3番見てみると点 P の軌跡を求めなさいっていう問題ですね。P っていうのは何かって言ったらこの え2点 AB に対して a p 対 b p イコール3対4満たすよっていうふうに言ってます。でこれを見た時にあっ内分だしかね思わない人はちょっと要注意です。どういうことかっていうとまあ A と B がこうあって A がえと00で B がえ70っていうふうに言ってます。でこれを3対4に分けるって言ってるのでここね。 3対4ってことは、こうで、えー、p のとこ,ここね、ここは3ゼロ通りよってことになります。3で4ですからね。これだけ変わって思ってはいけません。これ、外文も考えないといけないんですね。で、縮尺ちょっとおかしいですけど、AB を、えー、こうやって見たときに、なん,なん3対4。 っていう風に動くこともできますよね3対4これ外部の式をね公式を覚える必要はありません3に行って4戻るっていう形のところにいますからここねこれどういうことかって言ったら3行って4行くってことは A が内分点として見てみるとここが3でここが1ってことです3行って4ですかね 3+1 で4になりますよねつまりここ1個分でこっち3つ分ってことは、えー、左側に 7つただいっただけですから、えー、とそれを3倍したらマイナス21ですよね。っていうこと。っていうことは P、Q、の1っていうのはこのマイナス210っていうのと、えー、30っていうのをこう結ぶところなのでこれどういうものかっていったらこれね円になります。 でそれ中心がどこかということなんですがこことここの間あ中点になるので30と -210 の間ですからえっ、ー、とマイナス二2 4ありますからこっちがねつまりマイナス -12 進んだところなのでマイナス -90 ってことですいいでしょうかえつまりこういう円になりますから PQ の、えー、あ P の軌跡っていうのが x 足す9これの2乗足す y2 乗イコール半径が12なので12の2乗はいこれが括弧ですねで2番は <coughs> 失礼しました点 P の軌跡を境界線とする2つの領域と不等式 y2 乗 えー、ルート3の絶対値 x+9 の表す領域の共通部分の面積出してなさい。なんか面倒くさそうなんですがここマイナス9入れたら0になるつまりこれ円と、えー、線でこうやって考えてみるとちょうど中心を通ってこうやって折り曲げられているような構造で、まあ、ここの、まあ、下側こ,ここなわけですよね求める面積。はい、でこれ円ですからあとは、えー、ここの分。 いいいくらか分かればいいわけですよねでちなみにこれ傾きはルート3なわけですよ。√3x って書いてますけど傾きはルート3ってことは t がルート3っていうのはこれ 60° 度ですよね。でこっちも当然 60° なんでここが 60° 度って分かります。いということは半径がこれ今12って分かっててここの半径12って分かっててえここの分がこのが えっと60度かけてる部分が60度ってことは360度分の60度つまりえっと6分の 5π 分六分の五分がえこの今斜線でね書いてる面積になります πr2 乗かける全体から6分の1引いたものなんで6分の5計算してみると,えっと2で10で120か 120π になります こんな感じですねはいじゃあ最後4番いきましょう4番見てみると 4cos2 分の θ コ c o s 2分の θ ーーーー足す sin2 分の θ ーーが1になるよとこれを満たす時に sinθ ーーと cosθ ーーの値求めなさいって言ってるんですがやっぱり、えー、この sin、えー、と,とか c o s とか見た時にこれ2分の θ ーーとかね θ ーーとかありますが角度が何対何になってるのかっていうのを見ておきたい 今回見てみると2分の θ と θ って1対2の関係ですよね。1対2の関係の式があるよという時は2倍角を使うという意識を持ちましょう。2倍角って言ったら計算するときにね、sin2θ が 2sinθcosθcos2θ が 2cos2θ-1-2sin2θ+1 または cos2θ-sin2θ というね、式パッて言えることも大事なんですが。 えこの2分の θ ーーから θ ーーに変形するよっていう話なのではいここの部分をえと式変形していくと先ほど言いましたが2倍角使ってみるとうまく表せるんじゃないかなってことを意識してみましょうはいつまり 4cos これ展開してみると2乗を2分の θ 足す 4sin2 分の θ c o s イン 2分のシータイコール1で、えー、ここは、えー、と2倍角のね、えー、形を考えてみると、2分の1たすコサインのシー θ こっちが角度が1に対して、ここ角度2ですよね。2分の θ が1個分、私は角度2つ分だったら θ になります。いいですかいわゆる、っ、えー、とコ θ イ,イコール2分の1たすコサイン シータっていうこの1対2っていう関係を使えば今回2分の θ と θ は1対2なんでこういう式になるよということでそれから sin cos で角度が等しいですからこれは二 s i n あのサインの 2θ ですよねえーつまり sinθcosθ っていったら二分の 1sin2θ になるという形ですよねはい1対1対2という形になるので ここも一緒ですね。えー、つまり 4×2 分の sinθ1 対2。2分の θ、えーえー、対 θ と、えー、いうのは1対2っていう角度なので、この式が成り立つよということ。ということで、sinθ、cosθ 出てきました、ここでね。はいえー、と4と2、四と二で約分したら、2倍の sinθ、たす、ここですね、cosθ ていうのが、 えここ2があこっちに持ってきたマイナス1つまり sinθ コサイ cosθ っていうのがマイナス2分の1になるよということで最後 sinθ とこあーサインシータの値出しなさいと、はい、いうことですでここでやっぱり大事になってくるのって何かっていうとこれ和が出てるんですよねで和が出てて、えー、その値を出したいっていう時はこれ解と係数の関係ねやっぱね この和と積を出すんじゃないかなっていう発想をぜひ持ってほしいんですね。えー、具体的にやってみると,、えー、とこれを二乗しますこの式を二乗すると s i n 二乗足す c o s 二乗が出てきて1足す 2sinθcosθ でこれがス二分の1の2乗なんで4分の1つまり sinθcosθ、えー、っていう値が−八、えーえー、分の三になりますね。 計算するとで足した値と掛けた値っていうのが分かっているのでこれ解と係数の関係の逆を使うと t に関する、えー、答え解として s i n c o s ンを取るっていうふうにすると、えー、t2 乗を、えー、プラス二分の 1t 足すマイナス八分の三イコール0これの解が s i n イ cosθ としてみたらこの式成り立ちますよね解と係数の関係の逆です使ったらこういう式が作れます。 t は何でもないただの、えーまあ、変数ですねじゃあこれの答えを出してみると、えー、分数なんでちょっとやりにくいので、えー、これ8倍してね、えー、計算してみた方がいいかな 8t2 乗を足す 4t-3 イコール0でえっ、ー、と残念ながらこれ因数分解できないので解の公式使うとえっ、ー、とこれ偶数ですからあ8の、えー、マイナス2プラマイ ルート4プラ24な二28か。ってことは2ルート7なので4分のマイナス1プラマイルート7って形になります。で今この式が効いてるんですね。一、えー、つはサインもう一方はコサインですけどえっ、ー、とマイナス2分の π から2分の π の時、えー、コサインシーターは0以上なので えー、サインシータ、もう一個の解としてはマイナスになっていると。これプラスだったら、えー、マイナス1、プラスルート7の方だったら、えー、コサイン、ね、ちゃんと0以上になってますけど、マイナスの方だったら、マイナス1引くルート7ってマイナスになっちゃうんで、これコサインじゃなくてサインですね。つまり、4分のマイナス1引くルート7っていうのが答えになります。はい、いいでしょうか。こんな感じですね。 えと結構いろんな分野を一気に復習できたと思いますのでまだ受験、えー、続いている方はぜひこれを抑えて進んでほしいですし、えー、1年後、えー、受験の方であれば絶対ねこの辺が自分の力で問題だけ見てあこれはこうやってやるんだよなとかあこれってこういうところが重要なんだよなってきちんと自分の力で自分の声を出したりとか手を動かして、えー、実践してみることをおすすめしますははい今回の授業は以上です。 チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いしますそれではバイバイ